はい、どうも社畜です。今世間では任天堂スイッチ集まれ動物の森が予約開始決まったということで今話題になってますね。で、そこについて今日はまた話していきたいんですけど、今ね、任天堂の公式サイトを見ているんですけど、まあ、任天堂スイッチ集まれ動物森セットっていうものが出ることが今確定しているわけで、値段としては35,960円ですかね。で、まあ内容としては、まあ集森のデザインが入っている、まあノーマルの任天堂スイッチと、あとはまあそれにダウンロード版が最初からインストールされてますよっていう内容みたいですね。で、まあ値段的には妥当かなと思います。まあ税別35,960円で書いてあるんですけど、まあ厳密には税込みですと約40,000円ですからね。まあまあ安くはないのかなと思います。で、このサイトを見て気になったことは、まあ任天堂スイッチのキャリングケースとか、まあ同梱版の話とか、まあ予約についての話とかは、まあ出ているんですけど、ライトの同梱版については、触れられてないんですよね。まあおそらく僕の予想になるんですけど、まあ今回その最初の段階では、ノーマルバージョン、まあ通常の任天堂スイッチの同梱版しか発売はしないと思うんですが、まあ半年後、1年半後には、まあライトの同梱版も出るんじゃないかなと思いますね。まあ普通に考えて、やっぱ任天堂って営利団体なんですよね。で、やはりお金を儲けないといけないっていうことを考えると、確実に同梱版ライトのやつ出したら売れるわけじゃないですか。まあ同森ファンとかマニアもいるので、まあ任天堂スイッチをすでに持ってたとしても、買うっていうことが結構予想されるんですよね。まあそういった背景もあって、後ほど出すんじゃないかなと。で、最初に出さない理由としては、まあ単純な話で、ノーマル版の任天堂スイッチの同梱版とライトの同梱版がお互い食い合いになる可能性があるからですね。それだったら時期をずらした方が、もしかすると2回買ってくれる可能性があるので、やっぱその同森ファンとかマニアとかだと、すでに持ってるけどもう1個買っちゃおうとか、あとは今回ね、本体1台で1つの島っていうことがかなりね表に出て、で公式サイトにも載っているので、結構これをね任天堂アピールしたいと思うんですよ。まあ要するに2つの島とか3つの島を買いたい場合は本体を複数台買ってくれっていうことをね示唆してると思うんですよね。まあそういった背景から、まずは集まれ動物の森の同梱版ノーマルバージョンを買ってもらって、そこでまあ島を作ってもらって、で島をある程度完成してきた時期、みんなある程度飽きてきた時期に、また新たにライトの同梱版をその売ることによって、まあ、2つ目の島どうですかと、まあ、そういった売り方ができると思うんですよ。だからまあそういったことをね任天堂を考えてるんじゃないかなと思いますね。まあ普通に考えてね、まあそういった話はさておき、ライトの同梱版が出ないって結構ね不自然ですからね。他のゲーム出てるのに、あつ森みたいな確実に売れるって分かっているゲームの同梱版を出さないのは、さすがにね、ないと思う。だからまあ結論としては、おそらくライトの同梱版は出るんじゃないかなと思います。まあいつ出るかは正直分かりません。ただタイミングとしてはやっぱり半年後とか1年後とかになるんじゃないかなと。まあ一番高い可能性としては多分1年後とかになるんじゃないかな。まあおそらくそんぐらいになるでしょうね。やっぱりその任天堂って、まあ過去の、まあ歴史を振り返ると、結構ね、そのいろいろなデザインの任天堂スイッチとかと 3DS とかをバンバン売ってるんですよね。まあ昔からなんですけど、アドバンスの時代とかも。だからまあそういったことでどんどん、まあ新しいその見た目のものを出していくから、まあ普通にあり得るでしょうね。はい、ということで、豆粒デパートにやってきました。ちなみに豆粒ちゃんたちも、あつ森で、まあ、参戦予定みたいなので、そこは安心しましたね。まあまさか豆粒とかたぬきちはクビにならないと思ってはいたけど、まあまあ先行プレイ映像を見る限りでは、ね、登場するみたいだから安心しました。まあむしろね、たぬきちが無人島移住パッケージか、っていうノリで、まあ、出てきていたので、まあまあ確実に出るっていうことが、すでに確認されているから、そこはちょっと安心ですねと。やっぱね、タヌキチと豆粒たちは重要ですからね。
こいつらがいなくなると正直どうもりがどうもりじゃなくなる気がする。わかるそれ。うん、それぐらい重要なね、位置を占めているキャラクターたちなんで、ぜひね、熱盛でも頑張っていただきたいですね。うん。まあ、豆粒がね、DIY のところを結構担当しているみたいなので、割とね、これからお世話になるんじゃないかなと思いますね。ちなみに横にここにレイジ君がいるわけなんですけど、レイジ君結構やばくないか。多分ね、勝手な俺の予想なので、個人的な思いがかなりあるんだけど、多分、うん、飛び盛りでクビになるんじゃないかなと思いますね。もうこれで現役引退みたいな。だって、あつ森で出てくる可能性って多分ないでしょ、これ。逆にさ、どこで出てくるのっていう話じゃない？まあ、そういったね、話になってくると思うんですよ。うん。まあ、雑草っていう概念があつ森ではあるみたいなんですけど、なんか今までと全然違ってて、雑草もね、なんと DIY でいろんなものに加工することができたりとか、あとは売ることもできるんですよね。で、そういったことで雑草を一気に抜くっていう作業がおそらく発生しないんじゃないかなと思っていて、で、そういったことを考えると、レイジの出番ってないんですよ。だからまあそういったことで、まあクビになるんじゃないかなと思ってます。まあぶっちゃけ、レイジには大変申し訳ないんだけど、いてもいなくても同じだと思っているんで、まあまあ別にいいんじゃないかなと思いますね。まあ豆粒ちゃんたちがいなくなるとやばいけどね。まあちょっとレイジにはひどいこと言ったので、まあちょっと謝っときたいと思うんですけど、後ほど。まあ、熱盛今回出るわけで非常に嬉しいんですけど、それと同時に、まあ今まで登場していたキャラクターたちが結構ね、消えちゃうんじゃないかなと思っていて、そこがね、悲しい面ですね。まあそこに関してはね、やっぱりその仕方ないのかなって思うところもあるんですけど、やっぱりね、まあ道盛のキャラクターって一匹一匹がすごく個性的で、で可愛いんですよね。でそういったことを考えると、二度と登場しないと考えるとやっぱ悲しいね。けどまあ容量の問題とか、あとはまあキャラクター同士の住み分け、職業の住み分けとかを考えると、まあリストラは仕方ないのかなと思うけど、まあ何とも言えないよねっていう。はい、ということで、ちょっと今買ったものを即座に売っているわけなんですけど、なぜこれをしているかというとですね、今カタログ集めをしているからです。まあカタログ集めっていうか、カタログ埋めか。で、自分が持ってなさそうだなって思うものをどんどん積極的に買って、カタログを埋めているっていう状態です。いやー、あつ森出るまでにね、どうにかカタログをね、完成させたいと思っているんですけど、現状ちょっと難しいかな、ペース的には。まあ、社畜さん、社畜鉾村に来るとこうしてお会いできるので、顔を出したくなっちゃうんです。あ、そうなんだ。誰だっけ名前。あ、オーロラか。かわいいね、オーロラちゃん。いやー、ちなみにオーロラちゃんはね、僕が飛び盛りを初めてやった時の初期メンバーですね、初期メンバー。なんかね、気づいたらいなくなっちゃってたんだけど、正直悲しかったですね。うん。買い物するときは賑やかな方が楽しいですね。楽しいんだったらさ、引っ越さなかったらよかったんじゃないの？まあまあまあ、住みやすい土地がね、他にあるんだったらまあ、それで別にいいと思うけどさ。なんかさ、俺の村から引っ越していった、まあ、住民たちがここにね、戯れているわけなんですけど、ね、なんかよくわからないんだよね。未練があるのかなと思っていて、まあ、引っ越したんだったらさ、うん。まあ、そこの村で楽しめばいいと思うんですよね。わざわざさ、シャチホコ村まで来る必要ってあんの？みたいな。そこがね、前から疑問だったんだよね。だってさ、一匹や二匹じゃないからね。何匹さ、ここに戯れてんだよっていう。ね。ちなみに、この三匹も最近引っ越したやつですね。まあ、直近半年ぐらいかな。ちなみに、マリリンは2ヶ月前ぐらいに引っ越しました。あら、社畜くん。特に用はないんだけど来ちゃった。そんなそわそわされても困るわ。ちなみに、マリリンも初期メンバーですね。いやー、初期メンバーがね、もうあと残ってるのが誰だろう。もうもしかしていないかな。ミミィちゃんって初期メンバーだけちょっと覚えてないんだけど、まあ、とりあえずね、初期メンバーで残ってるのってほとんどいないと思いますね。おそらく最古さんはフルメタル子になるんじゃないかな。それもね、ニャンニャン村から引っ越してきたんだけど。よーしゃんき、探してたんだぜ、金くれ。どうやらおめえは俺に興味津々のようだな。よし、フルメタルワールドを存分に味わせてやるから今から俺んちに行こうぜ。マジで？
まあいいや、とりあえず行こうぜっていうことで行きましょうか。はい、ということで本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、これを機会にチャンネル登録していただければ非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。